ありがとう。こんばんは、中村舞です。なんか一式全部いただいて、そう、去年もいただいたんですけど、ほら、大きいネックレス、なんかハートの、かわいい。こんばんは。そう、今日はね、カラーズでした。三つ編み、そう、ちょっと昼はね、三つ編みじゃなくて違う髪型してて、夜は三つ編みでした。こんばんは。ありがとう。そう、2公演ありがとうございました。あ、そう、あの昼はあのツイッターに載せた髪型してた。ありがとう。そう、今日はね、ありがとうございました。カラーズすごかったです。赤でもうめっちゃ会場真っ赤で、そう、しかもすごい、めっちゃ声がたくさん大きくてすごかったです。ツイッター、ツイッターじゃない、 X、 ツイッターに写真載せました。 X って言った方がいいんか。え、なんかさ、私さ、自動アップデートみたいになっとってさ、こう自らアップデートをしないんですよ。でさ、多分みんながもう変わったって、そのアイコンがね、 X になったって言った時にはまだツイッターのままで、あの青い鳥のツイッターのアイコンのままだったんですよ。で、朝起きて今日ツイッターを探したらツイッターがなくって、え、ツイッター私消したっけとか思いながら、めっちゃね、5、6分ぐらい探したんですよ。もう、え、あれ、こうな、こうアプリをいっぱい入れてるからさ、こうやってさ、横にスライドして、あれあれあれ、配置変わったっけ、あれあれとか探しちゃって、そしたら X っていうやつがあって、あっと思って、え、めっちゃびっくりして、あ、そっか、アップデートされた、あの勝手にアップデートされるんで、そう、私もついに X になりました。デビュー、そう、急に、ツイッターの配置、いや、なんかさ、私アプリの配置あんま覚えてないよね。っていうのもなんかさ、勝手に配置が変わるんよね。なんかその携帯自体がアップデートされてったらさ、たまに配置が変わっててさ、あんまりなんか意識してなくってさ、ありがとう。あるよ、多分ね、あのアプリのアップデートじゃなくて携帯自体のアップデート、なんか iOS とかいうやつあるじゃん。トトイありがとう。いや、その大幅には変わらないけど、なんかアプリが勝手に増えたりするんですよ、そのもともとの。でもあんまりね、なんか配置をあんまりなんか記憶はしてなくって、そこまで。そしてありがとう。いや、そう、なんか今日めっちゃ朝びっくりして、あれと思って、そうなんですよ、今でもちょっと探す若干探します、あれ、赤切るの珍しいでしょう。本当はあと赤のジャケットがあるんですけど、今脱いでます。
赤のジャケットも着てました。お疲れ、ありがとう。なんかさ、X になってさ、なんかツイッターのさ表記がさ、なんか英語にちょっとなったんだけどさ、なんか同じような人いないかな。なんか英語表記になったんだよね。文字の表記が。え、わからん。ポスト？え、わからんけど、なんかね。なんか見慣れん感じになってね。うん、ポスト、あれ、ポストって言うんかいね。なんか、ん？と思いながら。リツイートが再投稿？再投稿？なんかニュアンスが若干、再投稿っていうニュアンスなの、リツイートって。まあ、そうなのか、再投稿なのか。なんか、共有みたいな意味も含まれてそうだけどね、リツイートって。まあ、再投稿、再投稿なのかな？なんかちょっと若干、ニュアンスが。日本語訳するとなんかニュアンスが、違和感がちょっとあるかも。わ、ハートライトありがとう。リポスト？リポストっていう、合ってる？読み方。言葉のなんか、うん、ニュアンス的なのが若干若干ね。赤サイリウムありがとう。のファッション、どうですか。でもね、ズボンは黒いですよ。ちょっと結構短くってさ、ショーパンも履かないからさ、なんかちょっと違和感が若干自分の中ではあったんですけど、ショーパンね、あんまり履かないんですよね。ありがとう。いい感じ。うん、あんま持ってない。そもそもショーパンってものを。ミニスカ？あんまり。はかんこ、いや、はかんことはない、全く。公園のショーパン、いや、あのさ、公園ってさ、最近アンコールでショーパンはかないんだよ。なんか今やってる花は誰のもの公園もあのスカートなんですよ。で、今回のツアーのアンコールもスカートで、最近ショーパン履いてないですね。前の僕たちの恋の予感公演はショーパンだったけど、最近アンコールはスカートが多くて、ショーパン履いてない。ユニットはスカートかな。なんでショーパン好きなの？履いてほしいんだ。
そうなの。でもアンコールって感じするよね。四国も、あ、そう、その課外活動の公演も今スカートなんですよ、アンコール。なんで全部アンコールスカートでやってます。なんか長いスカートじゃないんですけど、膝よりちょっと上ぐらいのスカート。はい、ありがとう。かわいいもありがとう。どうもありがとう。着替えがしやすいとか、うん、そんななんかどっちかの方がとかはないですけど、廃止なわけでもないと思う。でも、なんでなんだろうね。なんでなんでしょうね。最近スカート多いですね。特になんか、うん、意味はなさそう。そんななんか、なんですか、着替えのなんかやりづらさとかのそういう理由はなさそう。赤いマイキュー新鮮どうですか。確かに赤あんま着ないね。こんなに真っ赤な服を着ないし、この T シャツなんかすごいんですよ。なんか生地素材がなんか、ね、わかりますか、このビヨーンみたいな、なんか伸びるよって思うじゃないですか。なんかすごいなんかビヨンビヨンなんですよ。あのビヨンビヨンって言ったらなんか違うな、なんか伸縮性やばい。すごいすごいの、なんかこの生地が。これね、後ろはね、あのちゃんと STU の、あ、もう全然見えませんね。 STU の文字入ってますよ。名前入り、ちょっと見えんかった。ありがとう。後ろはそう、あの今回のなんかこう何ですか、カラーズの他にもいろんなところでやってるんですけど、そう全部の名前が書いてある。素材が気になるんですか。素材書いとるかも。あ、何この素材、見たことないかも。コットン、コットン、コットンとエラスタンエラスタンっていう素材。聞いたことない素材入ってる。初耳？わかんない。調べてみて、気になったら。はい、ありがとう。何パー？そんなに気になるか。ちょっとね、なんか英語でいっぱい書かれてるんですよ。 94% のコットンとエラスタンが 6% 入ってる。多分これはエラスタンのあれで伸びてる。ビヨンビヨン。ポリウレタンのことです。何ポリウレタンって。ポリウレタンもあんまり聞かんかも。
今日はね、めっちゃね、緊張しましたね。緊張しました。なんかさ、花道があってさ、カラーズって。でさ、なんか花道みたいなとこにさ、行ってさ、なんか、ランウェイみたいなのするんですよ。で、さ、そのランウェイがさ、なんかぎこちなすぎてさ、自分がするランウェイが。なんか、ちょっと、あってなりながら。そう。いや、ランウェイしたことあるけど、なんかちょっと、ランウェイはなんかちょっと、不思議な感じやわ。ポーズ決まってた？いや、あんまポーズっていうポーズはここまで。ちゃんとーみたいな。ありがとう。決めなのは、まあ、モデルさんに任せて、ちょっとアイドルらしくしました。ありがとう。うんうん、いやー、めっちゃ緊張してる。なんか生バンドなんですよ。そうそうそう、緊張しないでよ。ジャケンさん、ありがとう。中村舞です。愛媛県出身です。そう、明日 TIFF です。 TIFF ありがとう。明日はお台場で、お台場で、会いましょう。ホットステージ。ありがとう。そう。あと、明日は、ヤンマガが、ついに公開されます。ので、ぜひ見てください。わ、タワーいただいた。ありがとう。サンライナーさん。ありがとう。マイキューさんという希望の光に出会って1年生。うわ、嬉しい。ありがとう。そうなの。サンライナーさん、ありがとうございます。ありがとう、クマ。クマクマ。嬉しい。ちょっと書こうかな。時間まだあるよね。ちょっとさ、移動するわ。41分だってよん。このカラーズを。カラーズ。まいちゃんの部屋、こちらがまいちゃんの部屋です。あ、ちょっと感知式なんで暗くなっちゃった。おじいちゃんよ。そうそう、おじいちゃんがね、私の部屋間違って入るんで、私の部屋に入らないように、お母さんが書きました。まいちゃんの部屋だよって、張り紙してある。そうなの、わかりやすいよね。ね。
字が似てる？え、私と親子で？ちょっと待って。何部屋ある？え、何部屋あるかな？そんなにないよ。何部屋あるかなとか言うほどないんだけど、横にもお姉ちゃんの部屋があって、リビングもある。家賃高そう。一人で住んだら高いですけど、お姉ちゃんとか、そう、何ですか、お金出し合って一緒に住んでるので、なんか、全然一人暮らしするよりも、お安く住ませてもらっておりますよ。そうなんよ、実はね。ちょっと待ってね。シェア？シェア、うん。でも部屋あるからね。これさ、何なんだ？リボンついてる。編み方違う？いや、そんなことない。見てじゃーん。ちょっとボサボサになった。かわいい、ありがとう。皆さん、ヤンマがなんかね、12時に変わるらしいの。変わるというか更新されるらしいの。そう。だから12時になった瞬間見れるらしいからさ。みんな見て。ちょ、私もさ、見てないのまだ。だからさ、みんなと同じくさ、同じ時間に見れる。もうすぐ、え、そうだよ。あと何分後かなんじゃない？どんな感じなんだろう。気になる。あと15分後？15分後やって、楽しみ。そう、なんか閲覧数とかなんか、そう、そういうのでもなんか、そのこの企画自体がなんか STU のヤンマが選抜みたいな感じで、そう、なんか上位の人たちがまたなんかね、するの。そう、だからぜひ皆さんタップしてください。ポチってしてみてください。あ、そうそう、無料で見れるのがあるんですけど、無料はのやつは1週間の閲覧数が、あれなので、オフショット、え、インスタ載せようと思うんだけど、ちょっとうまく載せれんかったらごめん。ちょっと頑張るけど。今日から毎日オフショをね、できる限り載せていきたいなと思っておりまする。ツイッターの方とか。ちょっとね、いろいろとね、バタバタしててね。え、凍結してない？私、凍結しとるわけじゃないけんね。違いますよ。これ何しとんじゃ？このクマさん。あ、でも1、1にしよう。アーカイブからも復活？うん、まだしない。
とありがとう。今日のソロパートすごく良かったよ。今日ね、私にしては結構ソロパートがあったんですよ。めっちゃ緊張しました緊張しましたよ。いや本当に、いやなんか私そんな、やっぱなんかね、歌が上手いメンバーにさ、いっぱいさ、なんかこう行くじゃないですか。こうなんですか、歌の歌割りとかってたくさん、やっぱ歌が上手なメンバーに任されたりするじゃないですか。そう、私にもソロ歌割りが何個かあって超緊張しましたよ。そうよ、っていう歌うまメンバー多いからね。歌声好き？ありがとう。そんなこと言ってくれるのはみんなだけだよ。いや、マジマジ。本当に。ありがとう。ありがとうね。コメント欄、そうよ、なんかさ、私のさコメント欄さ、愛に溢れてるよね。もう感じてるよ結構じゃん、ありがとう。サンライナー、なんかさ、コアラのマーチみたいになりました。コアラのマーチみたいじゃない？クマ描いたのにさ、クマってコアラじゃないよね。あとこれからもお互い笑顔でいきましょう。ありがとう。サンライナーさん。コアラのマーチみたい。じゃーん。1。ありがとうございます。私のさ、こんなさ、あ、ちょっと、インしてなかった。今、インしよう。今、インします。ちょっと待ってください。ここが可愛いの。この。短パン？なんでインしたの？足長に見えるでしょ？これ見て。ハイウエストの方が足長に見えるくない？あ、今見せれるわ。裏。あれ？あれ？ STU どこ行った？これ SKE さんだ。あれ、あ、しまいましたね、私。見事に。短パンの中に。あれちょっと待って。あ、どっか行きました。この辺。下の方だよね、そうだよね。あ、これこれこれ、ほら、見て。見える？これ。
しまいすぎ、しまいますよいしょそう、そう、可愛くない？可愛いんだけどさ、なんかさ、お昼ご飯食べた、あ、お昼ご飯だったっけ時からさ、これなんかさ、若干さ、チャックがさ、ここぐらいまで下がるの。でさ、すごい困ってさ、本当にね、あーって。そう、しかもこれ笑ったらチャック下がる。でそう、もう危ないよね。チャックね、ちょっとね、下がりかけてて、危ないネックレス、そう、外れんくなったネックレスが。一生ネックレスなの私、ガチ。あ、前にね、なるほど。あ、見えん、こういうタイプなんよ。あ、キーホルダー、確かにキーホルダーもらいました。黒いのも外して、え、何黒いのって、髪の毛、髪の毛ですか。本当にやった、髪外したらボサーってなる。いいライブ、嬉しい、ありがとう、ありがとう。本当にありがとうございます。怖い、ありがとう。明日はじゃあティフで会いましょう、皆さん。ピョーン。あと1分？君の知らない物語聞けてよかった。お、あの曲いいよね、緊張したわ。いい曲、ありがとう、頑張りました。山が見てね、わあ楽しみ。あのマイクありがとうございます。おやすみなさい。おやすみみみみみみみ、ちょっと待って、男女呼ぶね。太郎くんさん、りょんきゅうさん、くまねパパさん、もとまちさん、
ギナペコさん、ゆずきちさん、サンライナーさん、広島コーパセリさん、ふっちゃんさん、N2F さん、シーサーさん、マサさん、福太郎さん、ありがとうございます。おやすみなさい、おやすみなさいまし。ありがとうございました。引きで。また明日でーす。おやん。このハートが目に入らぬか。お、わあ。おやすみ。すごい。おやすみ。わあ、すごい。おやすみ。入った。入った。すごいこれ。なんか、すごい。また明日。また明日。